眩しかった日のこと。そんな冬の日のこと。確かに幼い頃から丈夫な方じゃなかった。
キッソス。冬。7回。別に。初めてなんだね。じゃあ、他に誰もいないし、私の役目だから。そういうルールなの。それじゃあ、よく聞いてね。私、2回目だから。ここに来るの。一度しか言わないから、ここからはよく聞いて。そうよ。いつかあなたも初めて来た人には伝えてね。じゃあ、検温の時間だから。
そうね。質問の意味がわからない。その理由を知りたいの？じゃあ言わない。大丈夫、出てない。別にいいよ。どうして呼び捨てなの？年下のくせに。別にそう思っただけ。したよ。どうでもいいじゃない。少し上なだけよ。そう。
私、もうすぐ帰れるの。でも、次で3回目だから、もう会えないかもね。死ぬつもりってこと。そう、まだ1回目だもんね。私は家は嫌だけど、ここも嫌。別にどうもしない。自力で歩けるうちにどこかに行くだけ。それとも一緒についてきたいの？じゃあ聞かないで。面白い。種類は同じだけど、厳密に言えば違う。
そうね。今日よ。もう会えないかもね。あなた、決まった？うん。そう。説明、支度できたわよ。じゃあ、そろそろ行くけど、用意はいい？うん。それでは、失礼します。どうかしたの、さつみ？少し苦しい。え？苦しいってどこが？胸？お腹？胸。ちょっと待ってなさい。すぐに先生呼んでくるから。別に、もう平気よ。意味がわからないわよ。だったらどうなのよ。Thank you.
時間を止め、心を止め、胸に大きな傷跡を作り、それでも22年も生きてきたのに哀れだと思った。そう見える。私は
ずに。時間の止まった私。でも地図を見るのは好きだった。
16号線八王子へ出るわ。Thank you.
丈夫よ。もう止まるわ。これ50リッターだから。それは質問。インテグラ、タイプ R、クーペ。99年式、姑息ミッション。最高出力、200馬力。全長4380、全幅1695。まだ言うの？年上だからよ。質問の意味がわからない。だから
丈夫。勘違いしてるわね。今のあなたは以前のあなたとは違うはず。同じように考えない